こんにちは、タカさん。今日はですね、パソコンの利用上のテクニックのお話になりますかね。直接 FX のことではないんですけども、これを機会に身につけておきましょう。よくね、ご相談いただきました。こういうの大歓迎ですよ。ですんでね、しっかりとね、できないことがあって諦めるんではなくて、できないことはできるようになっていきましょう。そのために私がついてますからね。これからもご遠慮なくご質問どんどんください。しつこいんじゃないかなと思っても全然いいですからね。私はね、同じことを100回聞かれても200回聞かれても全然構いませんので、よろしくお願いします。それではね、今回の動画はちょっとね、このカメラを使いながらじっくりとやりますんで、しっかりとね、保存用で見てくださいね。まずはね、チャートでしょ。チャートにいろんな書き込みをするやつでしょ。あれを行きましょう。はい、じゃあカメラをね、こういう風に動かしますね。はい、いいですか。パソコンの画面が映ってると思います。で、チャートがこうありますよね。でね、今回このスクリーンショットって言って、この画像を撮影するのに使うソフトはギャゾって言うんですよ。ギャゾ、ギャゾはね、別のところでまた説明しますけども、ここに下の方にギャゾっていうのが埋め込んであります。これです。これを起動すると、こう十文字が開くようになるんですよね。十文字がこれあるでしょ。で、この十文字をこのチャートの今ね、ここに合わせてます。ここに合わせて、マウスをクリックします。マウスをクリック。こんな感じです。クリックしたまま離さずにですよ。ビューっと、こう動かしていきます。動いてますよ。動いていくと、この範囲が動くんですよ。ドラッグという技です。で、この辺まで来て、ああ、もう全体を覆ったなと思ったら、このクリックした手を離します。そうすると画像がね、こうやってね、撮影されてここに映るんですよ。ここにね。で、これをまた画面上でクリックしたままビューっとね、枠の外に出します。これですよ、今動いてるでしょ。で、枠の外で離すと、なんとですね、ここにこちらの画面がね、撮影されてこっち来たんですよ。いいですか。これちょっと閉じますね。で、これを開きますよ。開き方は右クリックをしながら、編集というのが一番上にありますんで、ここをクリックします。そうするとこういうふうに開くんですね。これペイントってソフトを開くんですよ。 Windows にはどれにも搭載されてます。で、ここの上に書き込むことができるようになったということです。ここまで一旦ちょっと休憩しましょうか。はい、ここまでちょっとね、まずご自身のパソコンで再現してみてください。はい、で、再現が終わりましたら、じゃあ続きをいきますね。で、続きはですね、この上の方にカラーがありますよね。まずは黒のところで、こう黒ですよ、黒いところがあるでしょ。黒いところでクリックすると、そしてこの線の太さを選びます。このぐらいにしておきましょうか。で、ここで線を選びます。図形を選んでいくこともありますけども、今回線を選びます。そうするとね、この上に線が引けるようになるんですよ。線の引き方は、先ほど申し上げたドラッグっていうのがあります。例えばね、ここで押してブーッと引っ張った上で、ここで離すと線が確定するんですよ。どうですかこれ、で、もう一回さっきと同じ動作をしなくてもいいんですけども、もう一回今度この辺でっていうのはちょっとここですよ。この辺でね、クリックしますよ。クリックしてビューッとドラッグして、横に引っ張ったまんまこの辺まで行って離す。ここで離すと線ができますね。これでその FX のチャート上に線を引くテクニックができたということなんですよね。で、あとね、今線を引きましたけども、図形を引くこともできるんですよ。今度丸いってみましょうか。丸を赤で引いてみますよ。まずはここで赤を選んで、丸を選んで、で、下の方に行きます。やりますよ。赤をクリックして、そうするとここが赤色に変わりますからね。で、図形の丸を選択して、丸はここですよ、ここクリックして、で、この辺にドラッグすると丸いのがこうやって大きくなったり小さくなったりするんですよ。で、いい感じの大きさだなと思ったら離します。そうすると丸が確定します。こちらも同じです。クリックしてガーッと大きくしたなと思っていい感じの大きさになったら離します。これマウスを離します。そうすると丸が確定します。という感じでね、
マウスの手を押して離す、押して離すっていうのがいつもの動作ですけども、図形の場合は押してしばらく動かした後に離すっていうふうな書き方をするんですね。よろしいでしょうか。はい、それではね、次はね、このスクリーンショットを撮るギャゾっていうソフトについて説明します。ギャゾ、ちょっと一旦これを閉じますね。私の好きな西田昌司さんです。ギャゾ、ギャゾっていうのはこういうふうなスペルを書きます。ギャゾね、 G-Y-A-Z-O ですね。でこれで検索すると、はい、ギャゾっていうね、スクリーンショットの共有アプリが検索の一番上に出てきます。クリックしてみますね。そうするとギャゾのホームページが出てきます。で一旦戻ってですね、ギャゾのダウンロードしましょう。ダウンロード、ギャゾダウンロードね、こうクリックするとギャゾダウンロードっていうのが始まりますんで、これをクリックするとね、ギャゾっていうソフトが私と同じようにこの下に入ります。でこのアプリを使ってスクリーンショットと言いまして、パソコン上の画面を特定のところをね、切り取ってそれを加工するって形になります。切り取って加工するって感じです。まあ、できればね、できれば画面が2つあるとものすごくやりやすいんですけども、それは1個でも全然できますから、そんな感じですね。はい、以上で説明が終わったんですけども、いかがだったでしょうか。まずはスクリーンショットを撮る、パソコンの画面上撮影するギャゾっていうアプリをパソコンの中にダウンロード搭載して、でそのソフトを持って FX のチャートをですね、こう切り取ってですね、撮影してですね、それにペイントというソフトで書き込んでいくという、ギャゾ、スクリーンショット、ペイント、この3つがキーポイントになってきます。これを機会にね、覚えていきましょう。きっと最初は時間もかかるし手こずると思うんですよ。でもここを突破していかないとパソコンのスキルっていうのは上がれないんですよね。パソコンのスキルが上がらないってことは、要するにどんな道でも稼げないってことなんですよ。パソコンで稼ぐためにはパソコンのスキルが必ずいりますからね。だからパソコン初心者でも OK なのは OK なんですよ。ただ初心者のままではダメです。初心者を中級者、上級者に変えていくことができるから、だんだん稼ぎも中級者、上級者になっていくんですよね。で私はどこまでも お答えすることができますんで、まあ任せてくださいね。こんな感じでじっくりと今回はね、お伝えしてみましたけども、いかがだったでしょうか。まずはね、手を動かして試してみてください。戸惑うことも多いと思いますけども、きっとできると思います。それではまた何かありましたらご連絡ください。失礼します。